目白自動車小野でございます。 94,343 キロモビリオスパイクでございます。こちら一番人気のホワイトのカーでございますね。バックカメラついております。 ETC はないみたいですね。はい、こちらは後からつければなんとでもなりますからね。はい、ちょっと走ってみます。 1500cc ですが、ね、非常に人気なんですよね。この小排気量のコンパクトサイズで5人乗りですが、やはりスパイクの方はですね、スポーティーな部分も多く人気の方は相変わらずあります。ナビの方も正常作動ですね。でオーディオもうだからそうです。オーディオは、CD も DVD の再生もできますね。はい、 DVD もできます。純正のマルチナビゲーションという感じで、後からつけると高いですけどね。こちらもすごいありがたい部分だと思います。で内装もですね、今荷物とかも積んでたりもしてますが、綺麗な方です。特に大きく、やる部分、あとタバコの方吸われてますかね。まあでもタバコの匂いはそんなにせずですね、心地よい空間がしております。はい、ちょっと踏んでみましょうか。安定しておりますね。全然いいです。実際ですね、ホンダの方の、まあ、フィットとかもそうですけどね、1500ってかなりパワーのある感じがするんですよね。安定した。でこれはハンドルにボリュームもついてるタイプですね。今ナビ手で動かしました。ここでできましたね。チャンネルも変えられますんで、もう純正であるのが逆にかっこいいっていう部分でもあるかと思います。外装の方ですね、少しあの傷とへこみの場所ありますので、そちらの方もあの見ていただきたいと思います。この車、そうですね、あのもう乗ってみて分かりますけども、全く問題ないいい状態でございます。でもあの無事故 だそうなんですけど、まあ、ドアの板金といいますか補修とかですね、そのとこはちょっとやったことあるということで、お客様からの委託販売でございます今回。ですね、非常に乗り心地も良くですね、バッチリですね。ハンドルのブレとかも感じませんし、ブレーキも泣きもなくベルトもバッチリ。そして車検の方は平成25年10月6日までございます。そして初年度登録18年式ということでですね、これはかなりお得な時代であるのは間違いないと思います。あのモデルが大きく変わったとかそういう感じじゃないんですけども、やはりあの18年式というとかなり後の方といいますかね、新しい方に入りますので、これもですね、あの高く価値のあるポイントの一つでもあります。現在目黒通りのあたり走ってますけど、やはり富裕層の方が多い感じで、結構いい車が走ってることが多いんですけども、はい、大丈夫ですね。今ドアが多分ハッチですかね、今ハッチが半ドアなのかもしれないですね。ドア開いてる前につきますけど、これは気にしないでください。目黒駅メール送受信、通信設定がメール送受信と言われちゃいましたね。まあ音声に通信設定を行ってから使用してください。はい、ということで音声認識は相変わらずこんなもんかなっていう感じですけども、はい、非常にいい感じでございます。はい、では一回これで終わりにします。